た、このマップめっちゃ好き、シュートハウス。このマップのフリーフォール面白いんだよな。ただえげつないのが、このマップで V トール呼ばれると相当きついんだよね。ちなみになんか最近のコールオブデューティーバグだらけで、なんだっけな、スペシャリストが使えないっていうバグがあるんですけど、でもうちょっと細かく言うと、スペシャリストのオンオフを切り替えれないんだよね。で僕のノーダウト全部今スペシャリストにしてるんで、逆に私はキルストリーク一切使えないっていう感じになってます。まあ、キルストリークね、あんま好きじゃないから今後使うことないと思うんだけど、いた。あー、この人強いんだよね、この今撃ってる人。うわ、2人もいる。この HY さんとセクシーベイビーさんめっちゃ強いんだよな。負けてることの方が多いかもしれない、この人たち。この人たちには負けてることの方が多い。10戦やったら多分4回か3回ぐらい勝って、6回ぐらいも負けてハンドガン当てていく。サイコフね、意外とハンドあるんで、なんか MP7 の感覚でやってると。ナイフだったかな今の。出てくるでしょ、ここ出てくるでしょ。出てこない、いた。危ない、撃ち殺すとこあった。いるけどちょっと狙いにくいな。ここはね、やっぱ上に上がるんですよ。よし、運が悪かったな。乗り越えモーション本当に無防備だから、ちょっと考えなきゃね。このマップ結構勝率高いかな、得意なんだよ。遠距離がそんなにないから真ん中以外。逃げられた、あっち行くべきか。ハンドガンで攻めようにも、左にもいる。よし、危ない、なんとかハンドガンで2キルして、弾ないわ。お、拾った、リロードして。後ろいるね、来んのか。この置きナイフ意外と刺さるかな、いつ。頭なし、ちょっと待って、くっそ、これきついな、勝てんのかな。いや、左かよ。ナイフちょっと着弾までにディレイがあるんで、ちょっと来そうかなって思うところに投げたこと、たまに刺さるんだけど。あ、でも投げナイフのね、本来の用途はとっさの近接で一撃キルをしたくてつけてるから、あんま使うべきじゃないんだよ。あー、影が見える、ヘリコプターの影が。ちょっと撃たれたくないな、あれに。ね、あ、寝てんのか、分かんなかった。死んだふりでしょ、完全に。あれ完全に死んだふりじゃん。引っかかるわ、あれ。奥にいるけど、いて、あ、寝てるふりしてるけど本当寝てる。あ、サポートヘリに撃たれたのか、かわいそうに。うわ、グレート飛んできた、危な。ちょっと待ってね、負けてるな。あの1位の人強いんだよな、普通に。キルレディの人だ、やばい。武器は確か R0 のショットガンと、もう一個は CX9 のはず。 V トル落ちた、よし、頭抜いてきた。左入って近距離、うお、マジか、これは負けたくなかった。あー、まだ V トールがいるんか。後ろから背中打って、左入ってって、右にいる。よっしゃった、もう一人回復しつつ、よし、トリプルキル。一人右にもいる、やって、いいね、めっちゃ稼いだ今ので。残り2キル、いたいたいた、回っていこう。
回っていこう、回っていこう。見られてる、無理はしない。で降りて、足跡がついてる。よし、一人いける、いける。29。おお、マジか。一番やられちゃいけない人にやられた。1キル、1キル。いた、いた、あいつ、あいつ。危ねえ。片付いた。危ない、危ない、危ない。そう、こういう人がいるとね、かなりきつい試合になるんだよな。でも面白いね。だけど、強い人がいると立て続けに試合かぶるから、それがもう楽しみですね。なるべく抜けないようにして、あの、変なマップ当たったとしても。そんな感じで引き続きやっていきます。以上、GG。